こんにちは、インターン生のカーンです。本日はイスラムは信仰心が自由な宗教ということについて発表したいと思います。預言者は人間全員を天国に入れたいという気持ちが大変強いお方です。昔の時代は各民族同士で住んでおり、自分の民族の仲間は絶対に天国に入れたいという気持ちでいっぱいでした。しかし自分の周りの仲間にはイスラムを信じない人も出てきて、預言者は大変悲しい思いでいっぱいでした。その時にアッラーは預言者を落ち着かせるためにこのような言葉を彼らにかけました。イスラムを信じる人は信じる、信じない人は信じない、別に信じなくてもいいのです。自分自身が信じるかどうかはその人の責任です。あなたはあなた、私は私、なので信仰不信者をほっときなさい。イスラムは信仰の自由なのです。こういったことをアッラーは預言者に伝えたのです。信仰心がある方はアッラーから導かれるのです。そうすることでイスラムの内容を理解できやすく受け止めやすいのです。しかし抵抗する者は与えられた情報に不安を覚えてもやもやするのです。そうすることで導かれなくなってしまいます。与えられたイスラムの知識を自分の頭で理解して、その後にその情報が自分の心に響けば、これをヒダヤとイスラムでは言います。しかし信じない人の大半はコーランの内容を理解しておらず、ただ否定的な感情が強いだけなのです。コーランの中の意味だけでなく、読んだ時の音、イントネーションも大変美しいものとなっております。最終的にはイスラムは信仰が自由な宗教です、強制なものではないということを学べさせていただきました。ありがとうございます。もし動画が勉強になりましたら、いいねとチャンネル登録を